以上、シュウです。マジで？ラオ。おやすみ。うん、もう眠いよ。ご飯食べたからね。何食べた？魚介ラーメンとアジフライ。魚介ラーメンとアジフライ合わなくない？ナオくんは寝るとね、ちょっと毎回起きないじゃない。はい。数々の動画とかでもね、急に泣き出したり割り出したりとかあるから。もうブブゼラのやつ怖かった。全然覚えてないの？怖いなんだよ。怖い、これもうソダホくんあれ寒いから。ナホくん起こすのって本当に至難の技なんですよ。かつて電流流しても起きなかったから。おっきねえな。振動式目覚まし電波時計、普通のアラームでは起きられないあなたへって書いてあって、強力な振動を起こします。ちょっと脇上げて。誰だよくすぐりってやっぱみんな弱いじゃん大体、うん、振動式アラーム、これ基本的には枕の下とかに入れるのよ。枕の下に入れてブルーって震えてハッて起きる。結構最強レベルらしい。相当強い。なんか気持ちいいぐらいじゃ起きないよ俺。整骨院のウォーターベッドで爆睡したもん一回。マジ？施術の最中に。そう、施術って言える？施術手術じゃん。枕の下にこれ引いたぐらいじゃ多分君起きないなと思って。俺も起きないと思う。最強の振動アラームを脇の下に入れて、時間になったら震えてくすぐったくて起きる。なるほど。という方法を取りたいと思います。それいいっすね。ちなみに言うと、振動プラス大音量過去 100dB って書いてあるんで。バカうせえじゃん。中にシェイカーって言われるのが入ってるらしいんだけど、プロテイン想像したらね。まあね。そのシェイカーが震えると。プロテイン作ってくれない？違うよ。話聞いてねえのかお前。あなたはまあ眠いということで、まあ普通に寝ていいよ。で起きるか起きないか委ねるんで、別に無理して起きるとか別にまあないと思うけど、まあ、やらなくていい。起きたくなったら起きます。こちら両脇用でね、2つ買ってきましたので、これをね、脇に仕込みましょう。それがシェイカーかな？薄くね？こんなんで出せんの力。挟みやすいでしょ。ここに時間が表示されて、まあスヌーズとか明るさ切り替えとかいろいろあるけど、まあ基本的にはこっから音が出るんだね。じゃあアラームだけの選択とか振動だけとか両方一気に流すとかのパターンがあるらしい。これをちょっと振動一回試してみるか。大変だなこれ。長押しできない。できた。どうもこんにち、どうもこんにちは、ジュグロードです。どうもこんにち、どうもこんにち合わせるね。あ、うるせえなこれ。よし、じゃあ仕掛けようか。うん、これ俺のライオン。ライオン、あ、ライオンがお尻に潰された。俺の枕なのに。準備 OK？ うん、寝てます。じゃあアラーム仕掛けましょう。アラームは仕掛けましたので、シェイカーをね、脇にぶっ込みましょう。それでは失礼いたします。入れていきます。うん、これで準備完了です。それではおやすみなさい、うん、おやすみ。ありがとう。何の感謝。横向いても大丈夫だ。そっちは大丈夫。うん、おやすみ。さあ、あまりにもね、寝てる時間が長いので少し実況を入れたいと思います。今時刻は2時。うんうんって言いましたね今。彼は寝てる時ね、たまに喋り出すんですけど、今日は落ち着いていますね。ただその代わりになんかしないけど、おーおーっていう空気漏れが発生しています。相当疲れてるんでしょうね。全然動かない。アラームを2時50分あたりにね、セットしました。いびきの音量が実はこれ尋常じゃないんですよね。虎と同じぐらい。これよく見るとですね、僕が愛用している枕なんですけど、これライオンちゃんなんです。このライオンちゃんをね、こいつケツの下に引いてます。僕のライオンちゃんがぺしゃんこです。はい、ここで豆知識、時間があるのでやってみたいと思います。鼻って片方しか呼吸してないらしいですよ。片方は休憩してるみたいです。以上です。それにしてもいびきこいつでけえな。もし洞窟からこれ聞こえてきたら絶対ドラゴンだもんね。こんだけなんかね、すやすや眠られるとなんかこっちもなんか気持ちがいいよね。ああ、実況中に変しちゃった。ごめんなさい、すいません。吐く息がプレス機。
これ実況しないと横たわってる人間ただ見てる動画だからものすごいなんか絵面の持ちが悪いよね。おっと、そろそろ起きるんじゃないか。さあここでアラームが鳴りました。起きるのか。いびきが若干止まったから多分これ気づいたかな。どうだろう。ちっちゃい音でバイブ音が鳴ってるから多分脇の下でこれ震えてるね。招き猫。この爆音が1分になってるよ。くすぐり弱い人分かるだろうけど脇の下で1分間震えてんだぜ。地獄だよこいつ。起きねえの。止まっちゃったよ。何事もなかったかのようないびき。滝？骨折れた？え？あれ？どうなった？スヌーズにはなってないと思う。無視？ガン無視かも。え？うん、一応ちゃんとね、あるわ。ありますね。映像チェック中なんだけど、うん、まあちょっと見づらいか。なんか動いた、動いた。パタパタしてる。ほんと？起きねえや。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、あれ。